はい、メダカ族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。やっときますか、あれを。わしゅ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 、勘弁願います。この姿になったらそんなに時間持たないんですよ。もうこの季節、梅雨に入ったじゃないですか。梅雨に入ったらもうね、さすがにね、ここのとこはね、蒸れてきちゃった。もうね、蒸しパンか、なんだ、古いね、蒸しパン。シューマイとかね、できるんじゃないかっていうぐらいね、蒸れちゃってね、剥げちゃうぞって。剥げちゃうぞ、みたいな。すごいメール来るんですよ。剥げちゃうぞって。剥げちゃった人から。今日は、梅雨といっても太陽の光がこうさんさんとね降り注いで、メダカたちももう元気な感じ、そうそう、いい感じで泳いでるんですけど、結構ね調子が悪くなってきたっていう情報、お便りツイッターの方でダイレクトメールが10通ぐらいは来てた。で、ほとんどそういう内容だったんですけど、あとはどこに行けばメダカ族さんと出会えますかっていうのが 2,3 件あった。まあそれに関してはメダカ屋さんかなとかっていう風に答えたんですけど、梅雨のなんだか調子が悪くなってきたっていう。で、前回動画アップしてるんですけど、ヤシャブシを入れるっていう、それね、早めに本当入れるんなら入れた方がいい。あと簡単に手っ取り早く行くんなら、食塩、塩をまあパパッと、その食塩どれぐらい入れたらいいかっていう、何パーセントとか自分は全然そういうのは計算してなくて、実は舐めちゃうんですよ。ペロッとね、ペロッと舐めちゃって、あ、これぐらいかなみたいな。まあ参考にならないかもしれないですけど、そういう、やり方してます。で、今回もほんと調子が崩れちゃったんですよ。で、いや、まあちょっと天候不順長引いたなと思って、そろそろやっばいかなと思っていたら、やっぱりねヒレの方がギザギザという感じになって、まあ良くないね。で、ヤシャブシじゃなくて今回は食塩をバッと入れたんですよ。で、まだちょっと結果どうなってるかわかんないですけど、どんな風にヒレがなんか調子悪い、メダカが、まあ泳ぎはまだ正常なんですけど、ヒレの方がなんかねちょっと、綺麗に整ってない。で、ツヤがなくなって、透明感がなくなって白く濁ってる感じするんですよね。その辺を見ていただきたいです。はい、じゃあ調子の悪いメダカいませんか、見てください。ここがなんかね調子悪くなってるんですよ。というのも、午前中しかほぼ光が当たんない。やっぱこういうとこってあんま良くないですよね。あんまりっていうか、もうだいぶ良くない。すごいねこれね、ブリブリしてんだけど、まあ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 、これでもちょっと見ていただきたい。こういうふうにね、こういうふうに、わかんない？あれ？あ、治ってきてんのかな、これ。実は、今朝、塩入れたんですよ。ね、あれ？なんかやっぱね、ほらほら、これ見てくださいよ。このオスが一番わかるね。こ
このオス、ヒレ見てください。これバサバサっとなってるじゃないですか。濁ってるね。これはもうかなり、まあかなりでもないけど危険かなーっていう。体型はあんま良くないけど、まあまあこれはうちの種親までいかないレベルなんだけど、大事に飼ってます。もしかすると出番があるかもしれないんで飼ってるんですけど、これね、ほらヒレがなんか変でしょ。これなんですよ。これを皆さんね、気をつけてほしいです。はい、いいね。キラキラ。はい、どうだったでしょうか。こんなメダカ、あなたの水槽に入ってるんじゃないですか。入ってた。うん。これは危険信号です。今のうちに対処してください。まあね、俺たちメダ家族っていうのはほとんどね、この飼育することに関してなんだろうね、参考になんないんですよね。参考になんないんで、ギャグですからね、この動画はもう、もはやそういう位置づけにあるようで、私もメダカの動画を始めて4年が過ぎたのかな。で、最近急にメダカの動画増えてきてると思うんですけどね。で、結構おちゃらけたのは嫌いだとかいう方が多いんで、まあ真面目な NHK 的なメダカ動画を参考にしてみてください。私の動画はちょっと怪しいぞということで、まあそうですね、まあ自分で、結論から言うと自分でこういろんなことを調べるじゃないですか。まあメダカの飼育の本とか YouTube とか人に聞いたりとかするじゃないですか。だけど条件とか、その飼育している地域、あと種類、まあいろんなね、このファクター多いんですよ。その辺のいろんな条件をこう同じっていう、自分と同じっていうところってなかなかないと思うので、日陰だったり日向だったり山の近くだったり山がなかったり海が近かったり、いろいろ山の水を使ったりだとか、都会だったりとか、まあ屋上だったりとか庭、あとビオトープね、いろいろある。室内専門でやってるとか、まあいろいろあるんですよ。いろいろある中でいろんな人の話をこう聞くっていうのはいいんですけど、自分の飼育している条件と全く同じっていうことはないと思うんで、条件が違う中で自分のやり方を突き詰めていくっていう、そういう飼育方法ですね。自分の飼育方法を確立してやってください。頑張ってください。今日はメダカはあんまり出なかったですけど、この辺でドロンします。メダカ族ドレシタピヨヨ。メダカ屋であったら声かけてください。